3周目3コーナーじわりと動く9番の尾崎、関東の3人です。そこをやや突っ張りながら8番の川本拓也、外に振っています。8番の川本拓也と9番の尾崎雄星が相次いで動いていきまして、5番の江本博明若干バック踏んで残り2周回、9番の尾崎のマーク戦、5番の江本や若干主張する動き、3番の大橋、しかし7番塚本勝志、関東の3人出切りましてバックストレッチ、まもなく打賞中断になった4番手から5番の江本、1番の鈴木、南関東勢の後ろに4番の川本圭司といった体勢で内をしゃくる動きにセンター、8番の川本拓也進出を開始。しかし前では9番尾崎雄星もペースアップ、中断が並走となりまして残り1周切りました。尾崎雄星にとってはいい流れになりました。3番の大橋追走、7番の塚本勝志が3番手さばいた中段に8番の川本拓也、4番手から縦発揮なるかどうか。追走の4番手で残り最終バックを通過しました。尾崎雄星が逃げます。番手絶好、3番大橋通る、そして7番の塚本3番手で4番手まくり追い込み8番の川本拓也ですが、さあ9番の尾崎雄星を3番の大橋通る、7番の塚本勝志並んでゴールイン。最後は栃木勢